どうも皆さんこんにちは、漫画雑談所のケロです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はジャンプ48号掲載の呪術廻戦最新202話、血と油の解説考察をやっていこうと思います。ジャンプ本誌の内容を含みますのでご注意ください。今回はこれらの内容に触れていきます。動画の内容が少しでもいいなと思っていただけたら高評価、チャンネル登録していただけると動画作りのモチベーションになります。それでは早速やっていきましょう。前回第201話はアメリカ軍と賢者の攻防が展開された1話でした。賢者との会談に臨むアメリカ政府、日本国民の拉致という究極の選択に動揺するアメリカ大統領に対し、エネルギー自給自足の観点から作戦の必要性を説くエネルギー庁担当次官サイラス。彼が語る現在のエネルギーの世界情勢はまさしく白氷の上に成立する脆弱なバランスそのものでした。原油産出大国である中東諸国、核保有国であるフランス、領土問題に揺れるインド、パキスタン、これらの国々が一斉に動き出し、日本に退去して押し寄せた結果、引き起こされるであろう未曾有の日本人狩り。それを危惧したエネルギー庁担当次官サイラスが口にした選択は、日本人の保護でした。呪力という負の感情から生まれるエネルギーをクリーンと言ってのけ、研究のためにはサンプルが必要とまで言った彼が、保護という言葉を口にする皮肉さとおぞましさがとても政治的ですが、その場に居合わせたアメリカ陸軍司令官、ギャリーは淡々と拉致作戦の実行についてのプランを進めます。呪術師の確保に1個中隊、200人程度の部隊で十分だと語るギャリーに対し、賢者はその4倍の800人規模の人員投入を要請。真っ二つに割れた見解の溝を埋めるため、賢者は短期でホワイトハウスを囲む特殊部隊45人の相手を迎え撃つことに。結果として精鋭中の精鋭であるはずのアメリカ軍特殊部隊45名は賢者の操る巨大な呪霊の前にあっけなく敗北し、賢者はひょうひょうとした表情で再度交渉のテーブルを展開します。賢者により術師の底知れなさを見せつけられたアメリカ政府は一体どのような選択をするのでしょうか。最新話の展開を早速見ていきましょう。先週までとは舞台が打って変わり、ほのぼのとした和室でこたつとみかんを囲む天元とつくも雪。状況的には構成群の結界の中に作られた仮想の空間なんでしょうが、絵面のほのぼのさと会話内容の知りやすさのギャップが何ともシュールです。かつて星漿体との同化を拒否した天元はつくもにその理由を尋ねられ、拒否というより現実を受容したと返答。加齢により進化を遂げ、自我を日本全土に拡張させてもなお結界術により理性を保つことに成功している天元は、いつかはこうなると思っていたんだと冷静に語ります。それに対しつくもはふざけるなよと怒りをあらわにします。ここで語られた衝撃の設定、それはつくもゆきが元星漿体であり、天元と同化したかつての星漿体たちの声を聞くことができるというものでした。星漿体の声を聞けるというのがつくもゆき本人の術式によるものなのか、星漿体特有の能力なのかは現時点では断定できませんが、星漿体について語られたタイミングでこの設定が開示されたということは、どちらかといえば星漿体の能力と言えるかもしれません。天元の達観さと落ち着きに苛立ちを募らせるつくもは、天元に私の中の星漿体は何と言っていると問われ、教えるわけがないだろうと一蹴。この後にお前に楽なんてさせないと吐き捨てていることから、天元の中の星漿体たちがマイナス方向の感情を抱いているのだろうというのは想像できますが、これまで自分自身の進化を止めるという目的のために多くの星漿体を犠牲にしてきた天元に対する態度としては幾分納得ができます。元星漿体のつくもがどのような来歴を経て現在に至るのか、彼女についてはまだ明かされていないことが多くあり、特級術師としてどんな実力を持っているのかも含めて今後の物語で描かれてほしいです。結界を破り構成宮直上に姿を現した賢者。その前に立ちはだかるのは我らが愛すべきお兄ちゃん長宗。長宗を前にした賢者は、死滅回遊はすでに役割を終えた、日本にいる秘術師の同化前の鳴らしは済んでいると驚愕の事実を口にします。前回の東京第一コロニーへの米軍侵入から一転、急展開を迎えているわけですが、伏黒が目を覚まし、クルツハナと会話をしているのは11月14日。賢者の構成宮襲来が11月16日ですので、この時点で作中時間にして2日間が経過しています。この2日間で死滅回遊を進展させる何かがあったと考えるべきですが、現状では米軍をはじめとする各国の介入がキーになるのだろうということしか分かりません。以前伏黒と対峙したレジーは、賢者が爆弾を落とし死滅回遊は役割を終えると口にしていましたが、米軍の侵入というイレギュラーがレジーの言う爆弾なのでしょうか。大量の新規プレイヤーの流入が同化前の鳴らしを終えさせるだけの何かをもたらしているわけですが、一体何が事態を進展させたのか非常に気になりますね。長宗に対して映画館を模した空間の中で、賢者は世界の終わりの可能性について語り始めます。進化した天元を呪霊操術により取り込み、その力を持って日本の秘術師と同化、呪霊に近い性質を持つ天元と融合することで1億人の呪霊をはらんだ呪霊が生まれると語る賢者。人がその形を失い一つに溶け合うことで生まれる巨大な呪霊、その想像上のシルエットのおぞましさが恐怖を煽りますが、仮に賢者が天元を取り込み計画を実行に移した場合、それが現実になる恐れがあります。
この場合、術師がその対象になるのかは分かりませんが、これだけおぞましく壮大な計画を面白いと思ったというふざけた理由で実行しようとしているのはまさしくふざけた話です。長宗からしてみれば、赤子が目の前のおもちゃを口に入れるような興味本位で母親の命をもてあそばれ、呪霊との混血として歪んだ姿でこの世に産み落とされ、天津で血のつながりのある虎杖と殺し合いをさせられたわけですから、ブチ切れて鮮血を放つのも納得です。長宗 vs 賢者の親子対決、メタ的に考えると長宗が勝つ未来がなかなか想像しづらいですが、ここでお兄ちゃんが退場してしまうと虎杖がまた一つ不幸を抱え込んでしまうので、長宗には賢者相手に勝てないまでも死なないで生き残ってほしいなと思ってしまいます。次週は長宗 vs 賢者が描かれるのでしょうか。そして賢者が厚生宮に現れるまでの2日間で死滅回遊に何が起こったのでしょうか。今後の展開から本当に目が離せなくなってきました。今回の動画は以上になります。このチャンネルでは呪術廻戦を中心にジャンプ漫画の解説考察動画を緩く発信しています。深く分かりやすい動画を作っていきますので、よければもう一本漫画雑談所の動画をご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。よしなにー。